はい、こんにちは。みんなで一緒にモンハンライフのアットと言います。今回は6月の22日から始まる歴戦王バルハザク、こちらにおすすめの装備を、7種類ご紹介します。まずはサポートの基本となる装備からご紹介します。発動スキルの方が攻撃化が5、体力増強が3、フルチャージが3、早食いが3、精霊の加護が3、正気耐性が3、属性やられ耐性が1、ヒルム軽減が1となってます。こちらに2スロと1スロが空いてますけども、こちらの2スロの方ですね、こちらの方には合人研磨もしくは、無撃、こちらを入れていただければ、いいと思います。装飾品の方は、匠の五石等ですね、つけていただければ打点の方も、十分高いと思います。装備の方が頭から、ギルドクロスアクセベータ、エンプレスメールベータ、エンプレスアームベータ、キリンフープベータ、エンプレスグリーブアルファとなってます。ギルドクエストの方ですけども、チャレンジクエストと、もしくは闘技大会ですね、コインの方が必要になりますので、今のチャレンジクエストと進めていただければ、十分集められると思います。次に、集中が必要な場合ですね。発動スキルに、集中が必要な場合です。発動スキルの方が攻撃化が5、体力増強が3、集中が3、早食いが3、精霊の加護が3、正気耐性が3、満足感が1、ひるみ軽減が1となってます。防具の方ですけども、ギルドクロスアクセベータ、ダマスクメールベータ、エンプレスアームベータ、ダマスクコイルベータ、エンプレスグリーブアルファとなってます。こちらも同様に2スロが、用意してますので、無撃と合人研磨とですねをつけていただければ十分だと思います。五石の方ですけども、同じように匠の五石とをつけていただければ、打点の方も高くなります。次にランスとガンランスになります。発動スキルの方がガード性能が5、体力増強が3、弱点特攻が3、砲術が3、正気耐性が3、回避力アップが2、属性やられ耐性が1、ヒルム軽減が1となってます。ランスの方に関しては、砲術の五石、こちらを、匠等ですね変えていただければ十分だと思います。またガード強化の方つけていませんけども、バルハザクに対して必要なガード強化、こちらはブレスの攻撃のみになります。そのためブレス自体はガードする必要もなく避けることが簡単にできますので、特に今回は不要だと思っています。もし必要な方は武器の方ですね、こちらの方につけていただく等々になると思います。またノックバックの攻撃が非常に大きいですので、威力値ですね、威力値が非常に高く、ノックバックの大、もしくは中、こちらが発生してしまいますので、ガード性能は5に、した方がおすすめです。次に、弓の装備になります。おそらく弓の方ですけども、火属性、ジャナフカウルですね、こちらを、使うことになると思います。発動スキルの方が体力増強が3、弱点特攻が3、体術が3、火属性攻撃強化が2、スタミナ急速回復が2、回避距離アップが2、早食いが2、通常や強化が1、キノコ大好きが1、ため段階解放が1となってます。こちらも、2スロですね。武器に関してはカスタム強化でスロット強化の方にしてますので、こちらはないと、考えています。こちらの2スロに関しては、おのおのスキルに合わせて装飾品を選んでください。こちらには正気耐性つけていませんけども、弓に関してはチャージステップですね、あちらの方で回避距離アップが発動すればある程度の攻撃は避けられますので、そちらをメインにしていくという形になると思います。バルハザク本来回避距離アップが邪魔になるんですけども、バルハザクに関しては回避距離アップつけていてもほとんどが弱点ですので、特に悪くはないと思います。
次に、心眼が必要な装備になります。仮に肉質が非常に硬く、どんな攻撃も、与えられないという場合の、装備になります。発動スキルの方が攻撃加護、体力増強が3、フルチャージが3、早食いが3、正気耐性が3、回避距離アップが2、属性やられ耐性が1、ひるむ軽減が1、CD スキルの方で、スタミナ上限突破と心眼となっています。こちらも同様に3スロと2スロ、準備してますので、合人桂馬無撃刀ですね、こちらもつけることが可能です。5席の方ですけども、匠ですね、こちらをつけていただければ、どの装備にも対応できると思います。装備の武器、武器ですね、あ、防具ですね、防具の方は、腰貝キリンフーブベータ、残りは、エンプレスメールとなっています。足に関してはアルファの方を使っています。次に解放が必要な、装備になります。発動スキルの方が体力増強が3、解放が3、正気耐性が3、精霊の加護が2、属性やられ耐性が1、腹痛が1と、こちらに関しては、装飾品等、かなり付け替えられますので、おすすめのスキルとしては、今の現状のスキルになります。またこちらの同装備ですね、もし弓を使う方に関しては、オーグ等でスタミナ急速回復、剣士の方でしたら、エンプレスで、ね、こちらの方を使っていただいていいと思います。同装備は結構スキルの方、充実してますので、各武器に合った防具の方を使っていただければいいと思います。頭から、ギルドクロスアクセ、同装備には、今つけていません。腕の方がキリンアームロングガンマ、腰がギルドクロスコイルベータ、足がキリンレガスベータとなっています。それでは実際に自分が使う可能性が、ある武器、装備ですねをご紹介します。こちらの解放のパターンから、胴にカイザーをつけた状態です。拡散祭りのマグダゲミズスを使ったバージョンになります。今回はアンフィニグラではなく、おそらくマグダゲミズスの方を使うと思います。発動スキルの方ですけども、攻撃が3、体力増強が3、体力回復量アップが3、属性解放装填拡張が3、フルチャージが3、ボーマーが3、精霊の加護が3、特定射撃強化が2、属性やられ耐性が1、腹痛が1となってます。おそらくこちらを使って、戦っていくと思います。戦い方に関しては、生放送中にもやると思いますので、ぜひ参考にしてみてください。装備と遠投に関してですけども、今表示してますが、転身の装備は、全ての装備に対して、使えると思います。次の時点ですねに関しては、体力の装備、もし正気耐性がない、弓に関しては免疫の装備でも十分だと思います。効果が長いため、かなり有効かと思います。拡散に関しては、不動と転身ですね、こちらがおすすめとなってます。サポートの基本、集中が必要な場合、ランスとガンランス、弓の装備、心眼が必要な場合、開放型のテンプレ装備、拡散祭りですね、この以上、7点になります。ぜひ使ってみてください。はい、以上になります。ご視聴ありがとうございました。もし参考になったらいいねの方とチャンネル登録の方をお願いします。